ネットラボでは2024年5月6日から5月13日にかけて生で見てみたいと思うスノーマンのメンバーは誰というアンケートを実施しました2020年に CD デビューした9人グミ男性アイドルグループスノーマンアイドルとしての活動だけにとどまらずメンバーそれぞれの個性を生かして幅広いフィールドで活躍しています個性豊かな スノーマンのメンバーで生で見たいとして人気を集めたのは誰だったのでしょうか本記事では19歳以下の女性への結果を抽出して紹介19歳以下の女性から票を集めたのは果たしてどのメンバーだったのでしょうか早速ランキングを見ていきましょう第1位目黒連第1位は目黒連さんでした目メ,メの愛称で知られる目黒さんは テレビドラマや映画などへの出演で知名度を上げました。また、目黒さんは長身を生かして、モデルとしても活躍。2024年2月には、ラグジュアリーブランド、フェンディ・フェンディ初のジャパンメンズブランドアンバサダーに就任しました。ランキングの全順位は、次のページからご覧ください。第2位、安倍良平。第2位は、安倍良平さんでした。 安倍ちゃんの愛称で親しまれる安倍良平さんはスノーマンのメンバーとして活躍する一方気象予報士試験に合格するなど頭脳派としても知られていますそんな安倍さんは2019年から2022年3月まで ZIP 内で放送されていた「流行ニュース来てるね」のリポーターとしても活躍またクイズ番組にも多く出演しています第3位 佐久間大輔佐久間大輔さんはスノーマンの中でもひときわ目立つ存在です。彼の魅力はその明るい性格とパフォーマンス力にあります。彼のダンスは圧倒的な技術とエネルギーに満ちており多くのファンを魅了しています。また彼の笑顔は非常に愛らしく見るものを自然と引きつける力を持っています。 佐久間さんはアニメや漫画が大好きな一面も持っており、そのギャップがファンにとってはたまらない魅力の一つです。アニメの話をするときの彼の情熱的な姿は多くの若い女性ファンの共感を呼んでいます。佐久間大介さんはファンとの交流を大切にしており、SNS やファンイベントを通じて積極的にコミュニケーションを図っています。 彼の誠実で優しい対応は多くのファンに安心感を与えますます彼を応援したくなる要素の一つですイベントでのトークも非常にユーモラスで笑いを誘う場面が多々あります第4位渡辺翔太渡辺翔太さんはスノーマンの中でも抜群のビジュアルとカリスマ性で注目を集めています彼の整った顔立ちとクールな雰囲気は 多くのファンの心を掴んでいます。特に彼の目力とキレのあるパフォーマンスは見るものを圧倒し、その魅力はステージ上で一際輝きを放ちます。さらに渡辺さんの歌唱力はグループ内でも群を抜いており、ライブではその美声に多くのファンが酔いしれます。彼の歌声は感情豊かで聴く者の,の心に深く響くものがあります。 第5位、向井康二。向井康二さんが19歳以下の女性から、性で見てみたいと思われる理由は、その多彩な才能をと人柄にあります。ダンス、歌唱力、多彩なキャラクター、ファッションセンス、そしてファンへの感謝の気持ち。これら全てが彼の魅力となり、ファンを引きつけてやまないのです。次回のライブやイベントで、ぜひ彼のパフォーマンスを生で体感してみてください。 その魅力に圧倒されることでしょう。第6位、ラウール。第6位、岩本照第8位、深澤達也。第9位、宮舘良太。スノーマン宮舘良太、言い間違い二つに、注目集まる、可愛すぎる、笑った。モデルプレスイコール2024年6月4日、スノーマンの宮舘良太が、4日放送の、 TBS 系朝のバラエティ番組、ラビット。毎週月曜から、金曜朝8時に出演。言い間違いに反響が寄せられている。宮舘良太、言い間違いに照れ。未だ優勝経験がない、かっこいい一言選手権に参加した宮舘。自分なりに、勝因も考えてきましたんでと意気込み十分だったが、MC の川島明から、ずっと勝因って言ってますけど。 敗因をお願いしたい。勝ってないんですよ。笑いと突っ込まれていた。女性が危ない場面に駆けつけて、かっこいい一言という設定で、宮舘はトップバッターで登場。警備員の格好をして、僕の気持ちは通行止めですと言い放った。終了後、トップバッターということで今でも迷ってますと、決めきれなかった様子で、番組のエンディングではリベンジを熱望。 くじで順番を決める案が出ると、宮舘は、平行にと発言し、川島から、平等にと彼は言いたいと突っ込まれ、照れ笑いを見せた。宮舘の二つの言い間違いに、ファンからは、笑った、可愛すぎる、照れ笑いも良い、元気もらったと、反響が寄せられている。スノーマン深作、深沢達也佐久間大介、ロケで見せる、スキルとハートのハイブリッド。 スノーマンの YouTube が5月29日に更新。深沢達也、目黒蓮、宮舘良太、佐久間大輔が、学生の街、早稲田で、美味しいランチにし舌鼓、ロケの中で深作こと深沢と佐久間が見せる安定、したトーク力に注目が集まった。宮舘良太プレゼンツ、美味しいご飯を食べよう。今回の企画は、ファンから、貴族、国王と呼ばれる。 神様こと、宮舘涼太プレゼンツ、美味しいご飯を食べよう。と4人で、ロケに出かけた。オープニングでは背後に映る早稲田大学に向かって、お世話になってますと思うのしく挨拶する宮舘に、すぐさま深作が、お世話になったことないからと突っ込み。さらに目黒が、俺が行くはずだった大学と、ど真面目な顔で差し示すと、再び深作は、なるわけがないからと突っ込みに大忙し。 それでもメグロは、シュミュレーションはできてるとボケ続け笑いを誘った。今回の店選びのコンセプトは、宮立曰く、暖かくなってきたから散歩して、その土地の古き良きお店に行こうじゃないか。そんな説明の間も、深沢は、メグロが持つカメラに映り込もうとして、場を和ませる。深沢達也、メグロ蓮、宮立良太、佐久間大輔が、学生の街に、 一行が訪れたのは、早稲田生や教職員がよく訪れる創業50年以上の洋食店。1973年に創業され、2年前に店名と店主が変わったがメニューはそっくりそのままで続けられている。カニクリームコロッケ、生姜焼き、エビフライ、アジフライなどの定食がリーズナブルな値段で食べられ、食券を購入しながら4人は、無理だよ、決めるの。 全部美味しそう。さすが学生の味方だねと歓声を上げる。注文した品を待つ間、深沢が、今回のような定食を食べられる店を訪れる機会があまりないと話の口火を切ると、佐久間は、俺、結構狙って食べに行ったりすると返答。すると、目黒が、ここで食べるから美味しいよねと言い、深沢も、そう、そうだよね。と期待を募らせる。また、 深沢が自分で揚げ物を作るかなどメンバーの自炊事情を尋ねたり、佐久間がマスター。と店主に話しかけ、深沢と共に店の成り立ちになどついてインタビューする一幕も。目黒蓮、宮立良太、佐久間大輔のボケに深沢達也ノリノリで突っ込み。カウンターに料理が並べられると、目黒はふにゃっとした笑顔でパチパチ拍手。宮立が 入場と尋ねると、佐久間はなぜか、表彰式でよくかかる音楽を口ずさむなど大はしゃぎ。宮舘は、今回の食事は、自身と、岩本寺氏、深沢が出演していた、舞台、祭りヶ原の、お疲れ会も兼ねていると説明していたが、全員の注文の島が運ばれたところで、おもむろに、ちょっと言いたいことがあってと口を開き、深沢君、昨日、お誕生日おめでとう。 と5月5日に32歳の誕生日を迎えた、深沢を祝福した。目黒に、抱負をお願いしますと言われ、深沢が抱負を述べようとしたところで、3人がそれを聞かず、一斉に、いただきます。と食べ始めるまでが、もはやお約束。深沢もノリノリで、多い。と、嬉しそうに突っ込んだ。目黒宮舘、食べ盛りの男の子のようにひたすらもぐもぐ。 ボリューム満点の定食をもりもり食べながら4人は、うまい。やばい。と絶賛の声を上げる。佐久間は、マスター。美味しいです。と呼びかけるなど、わきあいあい。目黒と宮舘は、佐久間が深沢に向かって、アニメで得たキャベツの紅葉を披露する奥で、ひたすらもぐもぐ。と、食べ盛りの男子学生のような姿を見せる。そんな中、久しぶりに、 YouTube に登場した深沢に、佐久間がカメラに向かって何かかっこいい一言を言うように促し、突如、深沢達也と定食デートというシチュエーションがスタート。もう食べ終わりぐらいのシチュエーションでなどと佐久間と打ち合わせし、デートに来た男の子という役柄を懸命に演じる深沢だが、その奥で目黒は深沢の演技にニヤニヤしながら、黙々と食べ続ける。 すると、佐久間は、今、カップルの隣で定食を食べるメグロレンを取ってましたと、まとめ、主役イコール深沢だったはずが、主役イコールメグロに、深沢も、待って待って、と言いながら思いがけない、逆転劇に吹き出してしまう。メグロ同様、黙々と食事をしていた宮舘が、もしかして、孤独のグルメやってると絶妙な言葉を投げかけ、さらにその場を笑いに包んだ。 その場を包み込むような深澤達也の、ほんわりとした語り口。スノーマンの年長コンビ、深澤と佐久間。グループ最年長の深澤は、YouTube や、レギュラー番組、それスノーマンにやらせてください TBS 系など、メンバーの集まる場で、MC 役を担うことが多い。出すぎることなく、メンバーやゲストにバランスよく話を振り、 かつ、きっちり笑いも取るスキルを持つ。過去の YouTube では、中華料理店での食事会で最年少ラウールに、ねだられるまま、海の生き物の顔真似をしたり、ドラマ、春になったら制作発表会見では、年齢とか関係なく、いじっていただけるのは、嬉しいと話していたりしたが、深沢のいじられには、自分のことよりも、周りの人たちに笑顔になってほしいという気持ちが、感じられて、 とてつもなく、かっこいい。周りが笑うのを見て安心したように深沢も笑う。メンバーからも、優しいと評される彼の、ほんわりとした語り口は、その場を包み込むような、温かさに満ちている。瞬発力と、繊細な気遣いが光る佐久間大介。メンバーの誰よりも真っ先に前に飛び出していく、エネルギーの塊のような佐久間は、コミュニケーション力抜群。 今回もマスターに明るく話しかけていたが、ソレスのロケでも街で出会った人に手を振りニコニコ、旅行ですかなどと気さくにトークをしていた。明るく元気な一方で、人の心に寄り添う繊細な気遣いの持ち主。映画、マッチング会見では、観客、共演者、スタッフ、報道陣に360度の気配り、ソレスのでは、 思うようにダンスが踊れず悔しがる、キッズダンサーに、感情移入して、優しく、切なげな表情で見守り、YouTube ではふとメンバーのそばに行き、言葉ではないコミュニケーションをとっている姿をよく見かける。言葉の瞬発力も高く、見たもの、聞いたもの、感じたことを瞬時に、サク間回路、を通し、独特のサク間ワードに変換。スノーマンの YouTube でおなじみの、王を決めろ。 会では、佐久間の、俺が王だ。という叫びが欠かせないし、安倍ちゃん先生会では、佐久間の、よろしくピーマンであります。でございます。という挨拶に笑ってしまう。深作のおトークは、スキルはもちろん、その奥にある優しい人柄がにじみ出て、周りの人たちをいつの間にか、笑顔にする。今回も、そんな二人と共に、目黒。 宮立も楽しそうにロケを満喫していた。動画を見たファンからは、ただ食べてるだけで癒される。深作の絡みも尊い、深作って、普段から、こんな会話してんだろうな作さっくんみんなを笑顔にしてる。めめとカン様の二人が黙々と食べて、深作の二人がずっと喋ってるの面白い。www、深作劇場、台本があるわけじゃないのに、行きぴったり。 平和すぎる空間などといった声が寄せられていた。